こんにちは、石山浩二です。アンティーコイン投資を極めるのコーナーです。今日はご質問ですね、リバティヘッド1900年代のもの MS65 が価値があるかどうかというような、ご質問がありました。これも20ドルなのか10ドルなのか5ドルなのかということが書いてないんですが、基本的に20ドルの話をすれば、大体わかると思うので20ドルの話をしていきます。これ今画面はヘリテージオークションですね。でこのバイカテゴリーから、コイン US ワールドアンシェントっていうのを押して、この、締め金マークを押すといった感じです。で今、ここでコイン US ワールドアンシェント出てきたので、20ドルっていうのは、ダブルイーグルと呼ばれているので、ダブルイーグルを選ぶと。で今回出てきたのはリバティヘッドなので、ハイリリーフの方ではなくてリバティヘッドを選んでいく感じになります。で、これ今これからオークションに出るものが全部で今378枚あるということで、ここから今度グレードを絞っていくので、これ MS65 っていうのを押すと MS65 だけが今絞られて出てきて、この中で今該当で出てきたのは1907年 D と、あとこれバイナウで売ってる1904年ぐらいということになります。で、これあと過去のオークションで見て、ここ今過去のオークションになっています。でこれを今度1900年代だけに絞りたいので、ここで1904、あとコインイヤーのとこですね、今見失ってますが、ここですね。ここで1900年からっていうふうに打てば、今年号がおそらく出てくるはずなので、このように出てきましたね。なのでここ全部一応チェックを入れていく感じにしたいと、ちょっとごめんなさい、ここ手間取ってて申し訳ないんですけど、今5年しか入らないので、じゃあちょっとこれしょうがないんで1年ずつ見ていこうかと思います。で、1900年、これ70枚あるということで、あと今グレードもう一回 MS65 を、指定してます。で、これで今出てきたのが1900年の MS65 と65プラスっていうのが出てきたので、これで、CAC がないものです。これ CAC っていうのは PCGS ではなくて CAC っていう鑑定会社の鑑定が、このラベルがついたものが CAC 鑑定なので、これちょっと外したいと思った時に一回戻ってですね、で1900年の MS65 PCGS 鑑定を見た時に、これ今2020年の4月に3600ドルっていうのが落札結果です。ラベル入りも、鑑定ケースに入ったのがこの状態ですね。で、これじゃあ実際に値上がりしていくのかっていうのを見ていくときに、これ2018年の時点で同じ PCGS 鑑定2760ドルで、これが今3600ドルまで、2020年の時点では、値上がりしているので、この1900年代のものは、値上がり傾向にあるのではないかという感じです。で、ちなみにポピュレーション枚数見れるので、 PCGS の65グレードは、639枚あって、ちなみに NGC だと471枚で、それぞれの基準価格が65グレードで PCGS だと5000ドル、NGC だと4250ドルというのが基準価格になっています。せっかくなんで、もうあと1年分ぐらい、1901年とかもし見れればですね、ここで年号を変えて、じゃあ1900、もうちょい少ないやつがいいですね。これ多分98枚とかだと割と少ないと思うので、98枚で65の1907の、D とかもついてないタイプですね。でこれで見ると2020年の10月15日に6300ドル
ということで PCGS のこのようなグレードになっています。で並びを見ていったときに、まあ、これ PCGS だと、2019年の10月2018年の、3月で、その前だとかなり飛んでいて2013年の6月ということで、まあ、今これ6300ドルが2020年の10月なので、まあこれだと2019年は9000ドルだったので、まあそれほど値上がりしていないかなという感じです。まあその前はもっと高くて1万6800ドルだったというのが、結果として出てくると。でまあこれ今枚数見ると PCGS だと29枚、 NGC だと30枚しかないという感じで、まあ65グレード、あとはまあ細かくコインの状態とか見ていった方がいいので、まあ、このぐらいのレベルの仕上がりです。まあ、これ動画にしちゃうとそれほど画像良くないんですけど、で、まあ、これじゃあ1万6800ドルのものはどうなのかっていうふうに見たときに、これですね、まああんま変わんないかなっていう感じです。まあこれちょっとスラブケースが若干古いので、もしかしたら再グレードに出すとあのプラスグレードぐらいはつく可能性があるといった感じです。まあ、ちなみに65プラスになるとこのように1万9000ドルまでいきなり値段が跳ね上がるので、今プライスガイド基準価格 PCGS だと1万1250ドルというのが基準価格です。で、まあ、ちなみにあと NGC のものを見てみるとすると、まあ、これ7187、2009年が7762ということで、このロットナンバーとかを見てみると、同じ、これちょっとこれもスラブが古いんで、もしかしたらハーフグレードぐらい上がるかもしれないんですが、1907の65、これは割と綺麗な方だと思います。あと、こちらですね、 NGC、 これも2009年のオークションのものなので、これもかなり綺麗なので、これも再鑑定出すともしかしたらハーフグレードぐらい上がってしまうかもしれないという感じです。まあ一応今、2年度だけ1900年と1907年見たんですけど、まあ、先ほどのように、ヘリテージオークションで該当するコインをこのように選ぶと、これだとダブルイーグル、20ドルのダブルイーグルのリバティヘッドということで選び、あと1900年代っていうのをこの、デートレンジで年数を絞ってって1年ずつ見ていけばいいかなというふうに思います。まあこれ今1907年の D とか S とかがこれ存在しているので、ここもよく見ないと、そのものかどうかが違う時があります。ごめんなさい、これちょっと今触れてなかったんですけど、1907年と1907年 D は全く違うし、こう S も、要はミントマークが違うってことなので違うので、まあ、これを見るには、まあ、これちょっとすぐいけるか、 PCGS のリバティヘッド20ドルというふうに選んでって、で1900年代のリバティをここで探していくという感じです。これ2ページ目に入ってますね。まあかなり YouTube なんでかなり早口でやってるので、まあ、じっくり見るとよく理解できると思うんですが、まあ、1900年代だとここですね。で MS と今ちょっと PCGS だけ見てますけど、 MS とプルーフライクが1900年には存在していて、65グレードだと5000ドルっていうのが基準価格、プラスグレードまでつくと6250ドル、で1900年の S になると2万2000ドルですし、この辺ね1901年とか1901年の S とかさらにプルーフライクというふうに分かれているので、まあ、1900年代の20ドルリバティヘッドと言っても、まあ、これだけのバリエーションがあるというふうに思ってもらえばいいかなという感じです。でこれ一応今緑の
色がついてるものは基準価格が上がってますという傾向です。で、1904年のMS64 とかはちょっと基準価格が下がってってるというような傾向を持つといった感じです。なのでまあここのさっきの、ヘリテージオークションで検索していって、まあ、さらにこの PCGS でも、選んでいくと、まあ、よりわかるかなという感じですね。まあ、かなりさっき早口で早回していったので、これPCGS のプライスガイドというサイトです。で、リバティヘッドの20ドルを選び、あとはこれ年度別に、これタイプ1っていうのが1850年から、66年 S までタイプ1っていうのがあって、タイプ2が66年からっていうふうに、あのこのデザインも若干同じリバティヘッドでも高く、タイプ1だと65でもこのように、31万5000ドルとか12万5000ドルというふうに非常に高いのがタイプ1です。まあちょっと今日早口で言ってるのと、まあ、あの質問自体もこのことを聞いていただいてるのかちょっとわからないんですが、まあもうノーカットノー編集字幕なしで今回の動画は仕上げていきたいと思います。2020年の12月20日ぐらいから、LINE の方ですね、登録していただいて個別相談に申し込んでいただいた方に、1日2人ですね、水曜と木曜日と日曜日30分を2コマ2人ずつだけ、個別相談というのをオンラインで行っています。こちら Zoom を扱っています。Zoom の方は、スマホでも、パソコンでも、つなげられますので、ぜひその個別相談ですね、こちらの方にお申し込みいただければと思います。まあ、YouTube の方にもよくコメント欄にご質問とかいただくんですが、あとメールとかでも来るんですが、まあ、個別相談に申し込んでいただいた方がいろいろとお話できるので、まあ、ぜひ使っていただきたいかなと思います。まあ、この動画の最後にも、QR コード出てくるので、そちらの方を、カメラでスキャンして LINE を立ち上げると友達登録できるようになっていますので、こちらのはだいたい LINE で5、6通私からメッセージが行くのと動画が1本ついています。あとですね、その URL クリックすると個別相談申し込めるようになってますので、ぜひ使っていただければと思います。 Thank you for watching. 見ていただきありがとうございます。 Don't forget to like and comment the video. 動画にいいねやコメントを入れてもらえると嬉しいです。 Subscribe to my channel. 私のチャンネルに登録してください。